ヨーゼフ・ボルフは、ドイツ生まれの画家である、動物学の分野の博物画を描いた。ドイツのラインラントプ・ファルツ州のマイ・エン・コブレンツ郡、メルツの農家に生まれた。子供の頃から、絵の才能をお示し、コブレンツの版画出版社でリトグラファーの修行をした。アフリカからフランクフルトに戻ったばかりで、著書の博物画を描くイラストレーターを探していた、探検家。 博物学者のエドゥアルト・リュッペルと知り合い、ボルフの能力に感銘を受けたリュッペルは、ダルムシュタットの自然史博物館の館長、カウプに、ボルフを紹介し、博物館で、カール・ルート・ビヒゼーガーの絵画教室で学び、リトグラファーとして雇われることになった。カウプの推薦で、当時、ライデン自然史博物館の学芸員であった、鳥類学者のヘルマン・シュレーゲルのために、 最初の図版制作の仕事をした。その図版の出来栄えが期待以上であったので、シュレーゲルは1845年の著書、トレートで他なりの図版を依頼し、ボルフの描いたハヤブサはこれまでで最も美しい作品であると評価された。当時、博物学の書籍出版の中心地であったロンドンでも注目されるようになり、1847年秋に動物学者、 博物画家のデイビッド・ウィリアム・ミッチェルに招かれて、ロンドンに移り、大英博物館などからの仕事をした。オランダ出身の博物画家、ジョン・ジェラード・キュールマンスや、ジョセフ・スミットといった、博物画家と共に、多くの博物書の図版を描いた。図版を描いた書籍には、ジョージ・ロバート・グレーの著書、ゲネラ・オブ・バーズなどがある。ありがとうございます。